い、どうもポケレスです。皆さん、プロ野球カードゲームドリームオーダーってご存知でしょうか？先月4月20日に発売された、その名の通りプロ野球のカードゲームなんですけども、プロ野球のトレーディングカードって結構あると思うんですよ。プロ野球チップスとかね、対戦型のカードゲームって実は結構珍しいんですよ。僕が小学生の頃にコナミさんが出してたフィールドオブナインっていうカードゲームがあって、僕もちょっと集めてたんですけども、それもね、途中で終わってしまって、プロ野球のね、対戦型って結構難しいのかなーっていうふうにね、思ってたんですけども、この令和の世になって、またね、プロ野球の対戦型カードゲームができたということでね、とても僕も嬉しいです。何を隠そうね、僕なんかはね、ほんと遊戯王とか直撃世代なので、もう毎日ね、カード買ってデュエルしてみたいな、そんな小学生生活をね、送ってましたんで、だから時にはね、パクられたりもしましたよ、カード。おい、神田、覚えてるぞ。俺のサイコショッカーパクりやがって。あかんねほんまそんなことしたら。はい、ちょっと話が逸れてしまったんですけども、まずね、始めるにあたって僕は、スタートデッキっていうのがあるので、それを買ってきました。NPB12 球団のそれぞれのスタートデッキっていうのがあるんですけども、僕はね、関西在住ということで、こちらを買ってきました。はい、まずはこちら、オリックスバファローズのスタートデッキ。現在3連覇中でね、関西を大きく盛り上げてくれたこのオリックスバファローズ。これやっぱ外せないでしょ。これ見てください、パッケージの一番上にはこれ宮城投手ですね。宮城投手のキラーカード。いいね、やっぱキラーカードテンション上がるよね。そして関西といえば、もう一つね、忘れてはいけない球団ありますよね。そうです、こちら阪神タイガースのスタートデッキ。ん？あれ？ちょっと待って、あれ？これよう見たら阪神じゃなくてソフトバンクのスタートデッキやんけ。いっちゃうんすよ、これね。僕ね、あの札みたいなのを渡すタイプのお店でこれ買ったんですよ。多分これパッケージ黄色やからね、ショップの人間違えてるわこれ。うわー、これマナムさんにプレゼントして対戦しよう思ってたのに。いや、もうこれはもうホークス系 YouTuber になってもらうしかないな。いや、これで対戦してね、関西ダービーの日本シリーズ対決やーとか言おうと思ってたんですけども、いや関西ダービーじゃなくてこれ大阪夏の地になってもうてるやんけ。もともとね、何回も関西の球団ですけども、これはしゃあない。ギータも僕好きやしね、もうこれは新しく阪神のデッキも買います。でもね、このスタートデッキがあればもう即ね、対戦できるみたいなんでね、ぜひ興味がある方、このスタートデッキ買ってみてください。はい、というわけでね、今紹介したスタートデッキは、皆さん入ってる中身は一緒なんですけど、今回は、先ほどのスタートデッキに加えて、さらにブースターパック2箱買ってきました。こちらがセリーグ編で、こちらがパリーグ編となっております。というわけでですね、今回はこの2箱を開けていって、どんなカードが当たるのかっていうのをね、検証してみたいと思います。いや、2箱買ったからね、これあれやカード当たるでしょ。オドアとかいらんで。さあ、それじゃあまずね、このパリーグの方からね、開けてみたいと思います。いや、カード箱買いするなんてめちゃくちゃ久しぶりやな。はい、開けました。パックしっかり入ってます。じゃあ早速一つ目のパック開封したいと思います。いきます。いや、この瞬間がね、テンション上がるからね。さあ、初のね、ドリームオーダー、何が出るんでしょうか。さあ、いきます。1枚目、こちら。やばし。まさかの僕のドリームカード、初のね、入手カードが山足達也選手ということで。いや、もう時代を山足やね。続いて、牧原選手、ジョーカーですよ、ジョーカー。で、ロッテのエース、小島投手。西武、鈴木翔平選手。お、また鈴木。鈴木空投手。そしてこれ、戦術カードって書いてる。勝負師。お、ちょっと待って。出たよ、レアが、レアが。ちょっとこれ、絶対レアカードやん。はい、ラオウこと杉本裕太郎選手、キラですよ。見てこれ、かっこいい。こう十字にキラがね、入ってますよ。いや、嬉しいなこれ。強いんかな、ラオウ。あ、ちょっと待って、もう一枚入ってる。田中正義投手、これもレアやで。めっちゃかっこいいやん。4番候補と守護神候補が揃いましたよ、これで。嬉しい。じゃあどんどんね、バック開けていきたいと思います。はい、楽天の早川隆久投手が出ました。これもレアカードですね。これ先発投手のね、キラカードが出たんで嬉しい。いや、太田捕手とね、仲良くしてくださいね。あ、もう一枚まだキラ入ってますね。こちら、佐藤俊也捕手です。俊くんってことは1パックに2枚キラカード入ってるんかな。でもなんかね、2回興奮する瞬間があると思うとね、嬉しいですよね。さあ、3パック目出ました。はい、今宮健太選手ね、もう守備の名手ですからね、バントもうまい。でホークスのスタートデッキ買っちゃったんで、これは大きいんじゃないかな。そしてもう1枚、埼玉西武ライオンズの鈴木翔平外野手ということで、確かね、さっきノーマルの鈴木翔平選手も出たと思うんですけども、これはキラバージョンということで、なんかレアリティが何段階かあるんかな。さあ、4パック目こちら出ました。はい、奈良間大輝選手ね、日本ハム調子いいですからね。これ奈良間選手レアカード出ました。なまら嬉しい。うわ、これなんか他とちゃうやつやで。え、こちら清宮幸太郎。なんかね、文字がね、
金色なんですよね。で今調べてみたらね、この清宮選手はスーパーレアっていうやつみたいで、12種類しか入ってないやつみたいなんで、結構レアなのかもしれないですね。嬉しい。さあ5パック目開けました。こちら坂本浩志郎投手ね、今日ね髪の毛がねピヨーンってなってるのがね、なんか印象的でしたよね。おそして来たこちら則本貴大投手。いや結構レア当たりますね。俺なんか悪いことしたんかな。6パック目こちら蛭間拓哉選手出ましたね、ドラフト1位。そしてこちら石川修太選手も出ました。いいですね、どんどんレアが当たっていくよ。で7パック目こちら友杉敦貴選手ね、一時期首位打者にもなってましたからね。そしてこちらロベルト・オスナ投手。いやいやいや、これもう、ね、絶対的守護神ですからね、これは嬉しいな、ね、オスナ年俸高いですけどもね、オスナのカードも高いんかな。さあ8パック目こちら出ました。はい、辰巳良介選手出ましたよ。これビームとか打てへんのかな。そしてこちら森友哉捕手も来ました。いや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 、結構いい選手集まってくるねこれ。はい、続いて田島大輝投手ね、オリックスのねローテーションを担う貴重な存在なので。そして酒井智仁投手ね、居酒屋酒井なんて言われてますけどね、ゲットしました。続いてこちら、鷹のセットアッパー松本裕樹投手、今年もホールド量産してください。そして日本ハムの、ぐんぐんぐんじ選手です。ちなみにポジションねファーストになってます。いろいろ守ってるけどねファーストらしいです。さあ残すは2パックになりましたけども、こちら出ました、種市敦貴投手。いや則本に早川に田島にこの種市に、これなかなか強力な先発陣揃ってきたんじゃない。そして、田中正義投手出ました、ね、さっきも出たんですけどちょっとね2つバージョン違いますね。こっちはねこうなんか全面的にこう十字みたいな、キラキラが入ってて、こっちはねそのなんかパウダーみたいなキラがねいっぱい入ってるやつで、同じカードでもねバージョンが違うみたいです。性能みたいなのは一緒みたいですけどね。ではパリーグ編最後のパックです。こちら出ました、はい、平海馬投手出たよ、平ゲームズ。いやほんとね先発転向大成功ですよね、もう素晴らしいピッチャーでございます。そしてこれ多分めっちゃレアやで、これ多分、はい、今井達也選手。うわーこれすごいって、全面でもキラキラで文字も金色、これすごいよ。UR って書いてる、だからウルトラレアやね。やったウルトラレアゲットした。いやこれ大事にします、やったぜ。いやパリーグ編結構ね最初からねいい選手当たりましたね、嬉しいわ。では続いてセリーグ編いってみたいと思います。さあセリーグ編一発目何が出るかな、上げてみます。いやいやいや、セリーグもねいいの欲しいな。おトイレージ選手、柴田達弘選手、清水達也選手、浜田大輝選手、岡本和真選手、そして値千金っていうね戦術カード、お出たよ、メガゴジラ秋広優斗選手のキラが出ました。いやーこれはね今後期待できる選手ですから、この秋広選手のカードも大変証拠。おそして来ました、広島東洋カープ森下雅人投手です。いやいやいや、イケメンヒーだね、嬉しいなこれ。ほんまキラカードはね何本あってもいいですからね。さあ2パック目こちら出ました、はい、木下拓也捕手。これね落とし物しないように気をつけないとね。そしてこちらヤクルトの高橋奎二投手です。高橋選手プレーする時なんてこうやってカード隠すんかな、こうユニフォームのとこで続いて3パック目こちら、はい、浜の人気者入江大成投手です。ちょっと今ね離脱中なんですけども、また戻ってきてパフォーマンス期待してます。そして、令和の忍者と呼ばれている田中美希也選手のカードも出ました。辰巳監督しっかり育ててあげてください。さあ4パック目こちら、はい、梅ちゃんバズーカー、梅野龍太郎選手です。いや阪神のキラカード出ましたね、スタートデッキないんやけど。そして加藤拓也改め矢崎拓也投手のカードも出ました。いい感じでレアカード出てきてます。5パック目出ましたよ、一流選手こちら塩見康隆選手ですね。これカード出した時にね怪我しないように、ね、気をつけなダメですね、慎重に扱いましょう。お出たよこれ、ライデル・マーティネス投手。いやパリーグでオスナもれだからね、これでもう絶対的守護神2人ゲットしたで、ね、これ。さあ6パック目こちら桑原正幸選手出ました。いやね DeNA も外野戦争厳しくなってますけど、桑原選手まだまだ頑張ってください。そしてまた出ました守護神、はい、栗林良治選手。いやどんどん守護神がね揃ってきますね、めっちゃ守りのチームになるんちゃうかこれさあ7パック目こちら出ました、セットアッパー来たよ、中川浩太投手。実績も十分ある素晴らしいピッチャーでございます。そして来ましたドゥ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 ルドゥルルドゥルル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 ヤスアキはい、ということで山崎康明投手出ました。これカード出す時も安崎ジャンプした方がいいんかな、カードバラバラになるな。
さあ8パック目こちら出ました、浜口春弘投手。このカード出したら対戦長引くとかないよな。そして同世代梶谷隆之選手のカードも出ました。こちらのカードもね、すごくデリケートなので慎重に扱ってください。皆さん、あと長寿がいるところでは対戦しないでください。カードがどっか行っちゃうかもしれません。さあ9パック目来ましたよ、上野動物園夢の放物線ですけども、石川隆也選手出ました。いやいや、長距離砲ゲットだぜ。そして我らが青柳紅葉投手も出ました。いや、これデッキ入れたら雨降りやすいとかないよな。10パック目また出ました、浜口春弘投手。かぶっちゃったよ浜口、まあ、ダブルっていうのもね、これカードゲームのこれ醍醐味なので。そしてこちらも出ました、はい、ヤクルトの方のオスナってことは、ソフトバンクのオスナも出てるし、ヤクルトのオスナも出たんで、ダブルオスナゲットだぜ。さあ残す2パック開けましょう。出た、俺の推し選手福永博樹選手。いやいや、もうね、ペナントでめちゃくちゃ打ってくれてますからね、マジで活躍してほしい。中1のユニフォーム買うことあったら絶対福永選手のユニフォーム買います。そしてプロ野球スピリッツリアルタイム対戦最強キャッチャーと言われている坂倉翔吾捕手も出ましたよ。パリーグの方ではね、森友哉捕手も出たんで、これで打てるキャッチャー2枚集まりました。さあそれではラストでございます。さあ誰が出るんでしょうか。お、出ましたね、まずこちら、はい、中崎翔太選手ね、カープのね元守護神、3連覇中本当によく投げてくれましたよね。いや、まだまだ頑張ってほしいピッチャーの一人なんで、これからもね中崎選手頑張ってください。そして出たよ、これレア来ました、はい、ヤクルト中村悠平捕手です。ウルトラレアやん、これやったね、侍ジャパンで最後世界一の瞬間受けたキャッチャーですから、これは嬉しいな。ということでね、2箱買った結果、ウルトラレアが中村悠平捕手と、そして西武の今井達也投手揃いました。いやいや、嬉しいなこれ。本当にこう何歳になってもこのねレアカードっていうのはね、僕たち男の子は嬉しいですね。まあ男の子って年でもないんですけども、はい、というわけでね、2箱買って開けさせていただいたんですけども、やっぱりこうやってカードをね、開けて集めていくのって、なんか昔思い出したみたいで楽しいな。ぜひね、このドリームオーダー、これからもね、やっていこうかなと思ってます。次はな、じゃあ、まなぶさんとかと一緒にこうね、本格的に対戦する動画とかも撮りたいですけどね。まあ、それやら、阪神デッキ買わなあかんね。はい、それじゃあ最後にですね、僕の方でドリームオーダーのちょっとパフォーマンスみたいなのを考えてみたので、ね、武士道道さん、もしよかったら使ってみてください。いきます。ドリオー！パクらしてもらいました。